市原英二の花万歳。皆さん、母の日、ありがとうございました。今日は、もらった母の日のカーネーションの管理の方法や、その後どうすればいいか、たくさんのことを喋りたいと思います。今日はですね、母の日のね、カーネーション、もらった後どうすれば綺麗にね花を咲かせられるか、そしてどういう風な管理をしていけばいいか、水やりの方法など、もしくは植え替えの話とかね、最後ね、せっかくねもらったカーネーションどうすればいいかなって不安にね思ってるお母さんの皆さんいっぱいいらっしゃると思います。特にね、若いお母さんなんかはね、わからないことがいっぱいあると思うんですけど、これはね、絶対聞いとった方がいいと思います。最近のね、カーネーションはね、ものすごい品種も改良されてますし、こちらめっちゃ花でかいでしょ。これパティシエール、山釣り園芸さんのパティシエールというお花なんですけど、もう花がね、もうめちゃくちゃ綺麗でしょ。これはね、もう水やりとかね、管理とかね、従来のものと違います。もうね、こういって、花もね、大きいし、ボリュームもありますし、もうね、いろいろね、今日は盛りだくさんでお話ししたいと思います。はい、まずはね、置き場所の話からしたいと思います。こちらね、置いてる場所は、南向きです。そして南向きの、日差しの下、ここがねちょうどねカーネーションにとってはベストかなと思います。で、今ちょうどね山の頂上にいてるんですけど、これ朝日が浴びて、これ太陽をね西から東へ落ちるんですけど、やっぱり西日はきついですわ。太陽ガンガンがいいってね、よくカーネーションの置き場所、太陽ガンガンが言うけど、西日はちょっとやっぱり日がまずはきついです。生産者によっては、ハウスで、温度管理とか、炊いたり入れたりしてたりしてますので、やっぱり葉っぱが柔らかいとか、急にね、炎天下に出すと、花がやられちゃう恐れもありますので、やっぱり逆に言うたら、ちょっと日陰のゾーンから始めて、そして、まあ、ベストな環境は、南向きは基本的には日がある程度一日中入り、そしてその日差しの下ね、南向きの日差しの下が一番ベストな環境やと思います。そういうね玄関ね、玄関先のところがあればベストだと思います。まあなかったとしてもね、西日だけは避けていただいたらいいかと思います。こちらですね。そして、このね、つぼみをどうにかして咲かせたいっていうことで、続いてね、水やりをやりたいと思います。水やりはですね、これ、基本的には絶対ダメなのは、花の上からザーッとは絶対ダメです。もう花の上からはもう絶対ダメ。この鉢の縁ですね。今やってますけど、これぐらい、でも、こんなたくさん、もういろんな角度から、いろんな角度から、もうたっぷり。そしてもう、下見てください。これこぼれるぐらいやってほしいんです。うわー、こんだけこぼれるぐらい。もうね、ぐわーっと、もう、これだけ滴り落ちるぐらいやっていただきたいんです。水やり。まあ、これはもう絶対、こういったね、切り花向きの品種、これぐらいね、花の大きい分ですね、切り花向きのタイプっていうか、花の大きい切り花品種を鉢植えにっていう、このトレンド、最新トレンドの、商品は、花の大きい分を維持しようと思ったら、やっぱり、もうね、水が欲しいんです。まあ水をね、ジャバジャバやりすぎてもダメだって、よくそれはね、基本、植物の基本でよく言われるんですけど、二日に一回、もしくは三日に一回、これぐらいたっぷりやっていただきたいんです。
そして、まあ僕がおすすめしてるのは、こっち。一番いいのは、バケツを用意してもらって、ブクブクブクワーッと、こう言って、ブクブクブクワーッとバケツを、に、しっかり、で、そうすると、夏場なんか特に水の通り道なんかを消してくれるので、もうバケツでブク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 ーっとやっていただいたら、もう完全に、まあ、1分か30秒ぐらいつけてもらったらね、完全に水持ちもよく、つぼみはね、綺麗に、咲いてくれるんじゃないかと思います。これをね、水やりは徹底していただきたいと思います。はい、そしてですね、あとはですね、もしよかったらなんですが、こういったね、おしゃれな陶器鉢もしくはプラスチックでもいいんですけども、植え替えをおすすめします。やっぱりね、もうね、カーネーションは1年間かけて作ってるので、もう鉢自体がですね、根が回ってます。本当にもうぐる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 根が回ってます。鉢自体がぐる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 ここでもう根回ってますので、もうそっとでいいんですけど、根を崩さなくても構いませんから、これをね、植え替えてあげる。大きめの鉢にね、植え替えてやれば、少しずつね、こういった小さなつぼみですね。こういった小さなつぼみまで咲いてくると思います。植え替えはね、今のまでの、従来のカーネーションに比べて、このカリフォルニアシリーズ、雪印の、カリフォルニアシリーズや、このロマンスシリーズですね。これはパティシエルはロマンスシリーズなんですけど、植え替え推奨なんです。植え替えてもらって、元気なね、花が咲きやすい状態になるっていうことなので、できればね、こういったね、鉢を植え替えるっていうこともお勧めしたいと思います。そうすればですね、こういったですね、満開の花がね、咲いてくれるんじゃないかと思います。まあ、あとはね、植えるときはね、できればマグアンプ、もしくは元肥育ちなどをね、植え替えにね、使っていただいたらいいかと思います。肥料もね、植え替えの時には元肥をやっていただいて、こういった感じで植え替えてもらったら最高です。それではですね、本日のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもね、頑張っていきますので、よろしくどうぞお願いいたします。母の日のカーネーション、頑張って育ててください。